はい、どうもリアルバッキョーです。さて今現在ですね、僕はダイエット中で、まあもう大会まで50日ぐらいなんですけど、なのでね、本日は大胸筋トレーニングなんですけど、いつもとメニューを変えてですね、こちら僕の愛読書であるマッスル&フィットネスさんのこのドゥエイン・ジョンソンの大胸筋トレーニング、こちらを行っていきたいと思います。かなりねハイボリュームで、まあ筋肥大にはもちろん代謝を上げてダイエットにもかなりいいメニューだと思いますので、ちょっと解説しつつやっていきたいと思います。それでは行きましょう。さてまずは大胸筋上部を鍛えるインクラインベンチプレスから、12回、10回、8回、6回と徐々に重量を上げていきます。アーチをしっかりと組み、胸の張りをキープし行うようにしましょう。小指側にある尺骨の上にバーベルを置くと手首や肘への負担を避けることができます。大胸筋中部下部を鍛えるダンベルベンチプレス、12回4セット。胸の張りをキープし、胸からダンベルを迎えに行くようなイメージで動作すると、より大胸筋をストレッチでき効果を高めることができます。肘の怪我を避けるため、常に肘の真上にダンベルをキープし、肘を伸ばしトップで大胸筋を強く収縮させることがポイントです。続いて大胸筋上部のカットを出すインクラインチェストプレス、12回×4セット。コントロールを重視し、息を吸いゆっくりと下ろし、大胸筋をしっかりとストレッチさせ、力強く押しトップで大胸筋を強く収縮させるようにします。ここから大胸筋のストレッチ種目であるフラットのダンベルフライ、12回×4セット。小指薬指でダンベルを握り、大胸筋を強く引き伸ばしながら大きく円を描き、胸の横にダンベルを下ろし、息を吐き大胸筋を収縮させながら強く上げていきます。かなりハイボリュームなので、この時点で胸がもうパンパンになっています。最後の追い込みはスーパーセット法、ケーブルフライを15回、リップスを限界まで。この流れを3セット行っていきます。まずはケーブルフライから。ケーブルは特性上トップポジションで負荷が高くなるので、トップで大胸筋を強く収縮させ、1秒ほど静止するようにします。胸の張りをキープし、大きく大胸筋をストレッチさせます。動作中大胸筋から負荷が抜けないように注意しましょう。終わったらすぐにディップス、専用の台がないのでこのようにベンチ台を2台準備して行います。胸を張り、後ろで足を組み、やや前傾させ、大胸筋をストレッチしながらゆっくり下ろしていくことが重要となります。かなりハードですが効果は抜群です。試してみてください。以上です。はい、帰ってきました。さて本日の昼食はこちら、じゃーん。まずはね、白米は今回ね 300g です。結構ね運動量が多かったので代謝が落ちないように食べます。そして鶏胸肉は 200g、 さらにね全卵1個、これで、ね、脂質も補います。さらにさらにこれがね僕のオリジナルスープです。唐辛子をねしっかりと入れています。そして最後に太らない魔法のコーラ、これさえあれば絶対に太らない、これを食べていきます。はい、ということでいただきます。食べていきます。まずはね鶏胸肉から。これはね低温調理を施してあるんで非常にね柔らかくて美味しいです。うん、あ、うまい。で白米、うん、さらにオリジナルスープ、最高。もうこの、ね、ダイエット中のこの食事の時間っていうのはね一番幸せな時間です、うん、はい、という感じですね。本日はマッスル&フィットネスさんより、まあ、ドゥエイン・ジョンソンの大胸筋トレーニングをやってきました。これがですねかなりハイボリュームでハードな内容でした。まあこれだけねハードにトレーニングすると、まあ、代謝も高めてくれると思うので、まあダイエットで脂肪量を加速する一つの要因にもなると思います。ぜひ皆さんもね試してみてください。ということで本日はここですね。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、じゃあね。いやー。
チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。標的をこの僕の方へ いいよ、ケツみたいな胸、ケツみたいな胸、いるから生きるため